ハイウェイランウェイ、だん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 いろんな反響を聞くんですけど、いや、本当にメールもいただいたりしてね、早口やなって相変わらず言われてるんですけどね。いや、もう自分でも聞いてびっくりしたんですよ。あ、ちょっと待って、ゆっくりゆっくり、スローペースで。今日はね、高橋ひかる癒しモードでいきたいと思うんで、高橋ひかる、ベイマックスで言うね、いろいろ、なんか癒しモードとかなんかいろいろあるじゃないですか。今日は高橋ひかるは癒しモードでいきたいと思いますので、ちょっとね、早口だなって思っていても安心して聞いていただけたらなって思ってるんですけど、ついついね、やっぱりテンション上がることになると早口になっちゃったりとかして、いやー、これ習慣やな、ほんまに直さなあかんなとは思うんですけど、ちょっとこれもね、ちょっと頑張って直していきたいと思います。今日何喋ろうかな。めっちゃ最近全身鏡買ったんですよ。全身鏡私お家なくて自分を見るのが嫌で、なんか全身どこで見ようと思った時に洗面所パカッと開けて、お風呂場にあるちょっと全身頑張ったら映るかなって感じの鏡あるじゃないですか。あれにちょっと背伸びしてよいしょよいしょって見てたんですけど、それちょっと見づらいなって思ったんですけど、ちょっと一旦、ちょっとこれがなったらやばいんで一旦静かにします。それでは今週も行ってみよう。高橋ひかるハイウェイランウェイ。ハイウェイランウェイ、高橋ひかるがお届けしています。秋なのでね、最近食欲の秋じゃないですか。私ね最近良くないことにハマってて、深夜にねご飯を食べるってことにハマってしまってて、深夜っていいじゃないですか。私夜が好きなんですよ。夜になると目が元気になってくるというか、心が元気になってくるというか、エナジーが湧いてくるんですね。朝がとても苦手で、夜やっぱり12時になってからテンションが上がってくるんですけど、遅いな。それでなんか最近ハマってるのは、夜食を食べることにハマってて、私夜食って普段食べたことがなかったんですけど、最近 YouTube にもありたんですけど、卵かけご飯、私卵かけご飯好きな食べ方がありましてね、まあ、雑穀米でも何でもいいんですけど、お米にまあ、わさびをそのポケットにね、卵ポケットにちょろんと入れて、その上に卵を乗っけて、お醤油、そして煮干しだけよ、煮干しだけよっていう粉があるんですよ。煮干しだけをかけて、鰹節かけて、お醤油かけると、もうめちゃくちゃ美味しくって、この煮干しだけよは本当はお出汁に使うものなんですけど、お味噌汁とかに入れて出汁を取るものなんですけど、実際本は食べるものじゃないんですけど、私はもう食べちゃってるんですけどね、これ正しいのかちょっと分かんないんですけど、カルシウムも豊富なので、やっぱり骨を強くしよう、身長を伸ばそう、やっぱモデルもやってるので、よくひかるちゃんなんか骨折れそうってよく言われるんでね、カルシウムをよく取ってるようにはしてるんですけど、これめちゃくちゃ美味しいんで夜食におすすめなのと、でもそうなの、最近夜食を食べ過ぎではないよ、ちゃんと限度を守ってるんだけど、夜に食べて今日も昨日も食べたんだけど、むくむんですよ。やっぱりお弁当をね、その夜食べてむくんじゃったんですよ今日。でもね、それも幸せなことだなと思って、だって好きなもの食べてむくむことはもう、それはもう仕方ないこと、自然の摂理なので、これはもう受け止めていきたいなと思ってるんですけど、食欲の秋はね、いろいろ美味しいものを食べて楽しく過ごしたいんですけど、今日高速トークなっちゃってますかね。なっちゃってる。すいません、ちょっとこんな感じで一曲行かせてもらいたいなって思ってます。これ聞いてください。筋肉が胃の底を溶け、それが僕の答えだ、筋肉は裏切らないんだ、小さい頃弱い僕を変えたんだ、夢見たあの人はマッチョで、筋肉嫌い、それが君の答えか、言われ慣れた
ょっとね、筋肉が私すごく好きで、これはですね、ビルダーさんが集まって作られた、チームで歌われている曲なんですけど、いい肉作ろう、筋肉幕府。これはぜひ年表に新しく載せていただきたい。もう、この記念日を作っていただきたいぐらいに、やっぱ筋肉っていうものは素晴らしいものですね。心を安定させてくださったりとか、周りでもトレーニングをしている方たちは、やっぱり心が落ち着いていたり、心が熱かったりする人が周りにたくさんいらっしゃるんですよ。そう、筋肉の良さをたくさん詰めた歌が、このこちらの歌になっているので、皆さんにもこの素敵なメッセージが届けばいいなっていうふうに選ばせていただいたんですけど、ちょっとこれからね、今からは筋肉の良さというものを今から皆さんにお伝えできたらなと思ってます。ということで、お送りしたのはマッチョ29、いい肉作ろう筋肉幕府でした。高橋ひかる、ハイウェイランウェイ。高橋ひかるハイウェイランウェイ。好きな匂いはろうそくの消した匂いな、高橋ひかるがお届けしています。さっきオープニングでもお話ししたんですけど、番組にたくさんメールをいただきました。ありがとうございます。もうこれ憧れやったんですよ。嬉しすぎて今声かすれちゃったんですけど、ちょっとその中でね、いつご紹介させていただきたいと思います。ラジオネームカピバラ屋さん、ひかるちゃん冠番組おめでとうございます。早速ですが、オードリーさんのラジオを聴いているリスナーをリトルトゥースと呼ぶように、この番組を聞くリスナーを総括して名前をつけてください。これ来たかー、これ来たか、いきなり来たか。私ね、そうなんですよ、カピバラ屋さん、そうですよね、私も考えてたんですよ。このね、リトルトゥースとか、そういうなんかリトルモンスター的なね、なんかファンの総称じゃないですけど、聞いてくださってるリスナーさんの総称つけたいですよね。いやでもこれ募集もしたくて、皆さんがなんかどうやって呼ばれたいかっていうのもぜひ聞きたくて、私もね、なんだろうな、ランナーとかでもランナーだとありきたりすぎてちょっとつまんないなっていうのもあって、でもね、結構いろんな方のそのリスナーさんの総称を聞いてると、割となんていうか分かりやすいものも多いので、でもなんかやっぱり皆さんがこれを聞いた時は、あ、この番組のあのリスナーだよねっていうのがパッと思いつくような、なんていうか我々だけが分かる合言葉的なものにもしたいから、ちょっとね、分かりづらいものにもしたくて、何がいいかな、みんなもちょっとぜひ考えてもらいたくて、私もね、一生懸命考えるんやけど、ちょっと思いついたらいいの、もうちょっとね、ちょっとだけ考えてみるよ、今。ハイウェイランウェイでしょ、高橋君でしょ、ハイな奴ら。なんだろうな、うるせえ奴らみたいになっちゃったな。ハイな奴ら、ハイランナーウェイの二乗。なんだろうね、ちょっと私ね、ちょっとね、今即興で思い浮かんだものを言っただけだから、ちょっとね、まだまだいいものを考えたいので、ぜひこれはね、長いことよ、もうこれから呼んでいきたい名前なので、ちゃんと考えたいから、改めて、まあ、いいものが思い浮かんだらそれにしますし、皆さんからご応募っていうかメッセージいただいた中で、わ、すごい、これめっちゃいいやんっていうものがあれば、ぜひそれを総括した名前にさせていただきたいなというふうに思ってるので、ぜひ皆さんメッセージお願いします。ではこちらのコーナーに行きましょう。高橋ひかるハイウェイトーク。
いや、私がね今気になることについて自由におしゃべりさせていただけるこのコーナーなんですけど、ね、熱が入りすぎたというか熱が入る前にもう先にもう高速トークになっちゃってるので、もう皆さんちょっと高速トークの概念が分かんなくなっちゃってると思うんですけど、今から好きなことをお話しさせていただきたいと思います。ということで今回私がハイウェイトークするのは筋肉について。そう、筋肉です。私が好きな筋肉、皆さん知ってますか？私高橋ひかるは筋肉がすごく好きで、もう筋肉ってもうすごい輝いてるじゃないですか。もう眩しいんですよ、筋肉っていうものなんですね。皆さん見たことありますか？自分にも筋肉は誰にもついてるんですよ。私ちょっとあの割と細身だからついてないなとか、私割とあんまり筋肉ついてないからこれは普通のなんか身じゃないのかなっていうふうに思う方もいるんですよ。ちゃんと皆さんに筋肉はついてるんです。筋肉は眠ってるんです。皆さんの心の中に、細胞の中に才能は眠ってるんです。それを呼び起こせば皆さんボディービルダービルダーになれるんです。いやー、私はねこんなあの筋肉ついてないやつが言うのもどうかなと思うんですけど、私はねまだまだ見習いなので筋肉はそんなついてないんですけど、私ね筋肉が気になり始めたきっかけがね、以前聞かれたりとかもするんですけど、インタビューであったりとか、まあ友達とかになんで筋肉好きになったのって言われたりもするんですけど、なんでしょうね、私ねそれは全然本当に思い浮かばなくて、でもねだんだんやっぱり心が求めてたんですよ。見た瞬間にビビッときたところがあって、友達もねボディービルダーとまではいかないんですけど、すっごい筋肉もりもりな男の子がいて、その子にねちょっとお話聞いたりもよくしてるんですけど、その友達の影響もあるのかな。私自分で筋肉を鍛えるのはなかなか得意じゃなくて、やってるんですけど、やっぱりお仕事上筋肉鍛えすぎると良くないというのもあって、なかなか鍛える機会がないんですけど、でもその鍛えていらっしゃるところとか、それを真似してトレーニングとかよくやってて、お母さんに怒られて、最近ちょっと我慢してます。もう本当に母によく怒られるんですよ。本当にスクワットとかよくやって、マジでやめなって。お母さんっていうか、やっぱりね、偏見があるんです。その偏見を解き放つために私はね、筋肉というものの良さを広げるために活動を広げているんですけど。何者だって話なんですけど。やっぱね、筋肉見る方が私は好きであって、割とねアニメとかでもね筋肉のアニメ、ダンベル何キロ持てるっていうアニメがあって、それを見てて、漫画が原作なんですけどね、そちらを見てたりもしましたし、実際にボディービルダーさんの映像を見たりとかもよくしてたんですけど、やっぱりね筋肉を眺めることが何よりも私はすごく好きなので、皆さんにねまずトレーニングするのはなかなか難しいって方でも、ね、もう鍛えてる方を見て、この方たちのこの熱意どっから来てるんだっていう、そういう興味を持ってもらうところからぜひ一緒になんていうか伝授できたらなって、この興味を持ってもらえたらなっていう風に思ってます。ということでここで突然なんですけどね、私が選ぶ好きな筋肉ベスト3を選ばせていただきたいと思います。しっかり選んだんでね、ぜひ聞いてもらいたいと思います。では第3位、大腿四頭筋。お願いますと大腿四頭筋っていうのはですね、太ももの大きな筋肉なんですけど、こちら筋肉はですねやっぱり太ももを鍛えると、太ももっていうのはね普通にボディービルダーの方以外でもダイエットをされている方、ちょっとやっぱり基礎代謝を上げたいっていう方でも、太ももの筋肉、下半身筋肉は大きい筋肉が多いので、スクワットであったりとか、あとあれですね、ハムストリングスっていう裏ももの筋肉とかを鍛えるとすごく引き締まった筋肉にもあったりして、すごく太ももの筋肉っていうのは鍛えるのにザ持ってこいな、すごくなんで取り入れやすいトレーニングでもあるので、ぜひ取り入れてもらいたいし、とても素敵な筋肉でもあるので、まず3位に挙げさせていただきました。いやいいんですよ、ここのね張り、ツヤっとした、やっぱね、この照明が当たった時に、このステージにねボディービルダーさんが上がった途端にパッと照明が当たった時にピカーンと光ってくる、この張りがある太もも、こちらがとても私のお気に入りでございまして、女性でもやっぱり張りがある方もいらっしゃるんですけど、やっぱり男性のボディービルダーさんの太ももはとても立派な方が多くて、女性だとねなかなか太ももを鍛えるとやっぱりごつく見えてしまったりとか、パンツがなかなか合うものがなくなってしまったり、タイトなスカートが合わなくなってしまったりとかもあるんですけど、でもそれを考えずに自分の求めるその理想の体を求めるために筋肉を鍛えてらっしゃる方もいるので、もう女性のビルダーさんも私はもう全力で応援していきたいと思います。では第2位、
腸筋、大腸筋。お願いマッソー、めっちゃモテたい。お願いマッソー。大胸筋ですね。こちら大胸筋なんですけど、やっぱり胸というものはですね、やっぱりとても鍛えるのには難しい筋肉だと私は思ってまして、私はですね、筋肉、背中とかはよく鍛えてたんですけど、大胸筋鍛えることはね、なかなか種目難しいなと思ってて、その部位によってここを張らせたいというのによっていろんな鍛え方があるので、それぞれの方によって鍛え方は違うんですけど、やっぱりね、その張りがある胸、皆さんね、あのボディービルダーさんでもどこを鍛えるかというのはいろいろスタイルがあって、肩が大きい方、太ももがでかい方、胸とか背中が立派な方、もうそれぞれの形があって、もう私はどの形でも応援をしているんですけど、この胸が大きい方は特にですね、あのアーノルド・シュワルツネッカーさんとかは、このね、若かりし頃のアーノルド・シュワルツネッカーさんは、この胸とこのお腹のこの境目、とても素敵なんですよ。このくぼみというか境目がボコッとあるので、そこはとてもセクシーで、やっぱくぼみというのはとてもね、色気があるというか、とても素敵だなと思うので、そこを生み出すための大胸筋、ここはとても大事だなと思います。なかなかね、あの服着てると見えないところではあるので、シルエットとかにも映りづらいところではあるんですけど、そこを鍛えている方はとてもかっこいいなって、脱いだ途端にやっぱりおーってなるので、こちらとても鍛えててかっこいい部位だなというふうに思います。ではラストですね。私が一番好きな筋肉、こちらです。第1位は腹直筋です。腹直筋です。お願いマッソー、めっちゃモテたい。腹直筋か、腹筋の筋肉なんですけど、腹筋ってか腹筋が私とても好きで、斜腹筋っていうね、あの腹筋の腹直筋っていうのは、あのフロントにあるそのシックスパックとかになったりする筋肉のとこなんですけど、そこの横に走る腹直筋っていう筋肉もありまして、それが走ってる方もとてもかっこいいなとは思うんですけど、あのシックスパックがやっぱりとても好きで、でもね、鍛え方によってとか、もともとのポテンシャルによってやっぱりなかなか左右均等にいかなかったりとか、張りがうまくいかなかったりとか、くぼみがうまく入らなかったりとか、いろんなね、葛藤があると思うんです。そこがパッと目に入ってくるのって、やっぱり皆さん、あのボディービルがあまり知らない方とかでも腹筋ってすごく分かりやすいと思うんですよ。なのでやっぱり一番手っ取り早く見やすいというか、初心者の方でも分かりやすいところではあると思いますし、私自身すごく特に好きな場所ではあるので、最初ボディービルっていうのにハマった時に腹筋にすごくあの憧れて、私も筋トレ始めた部分があったので、腹直筋が一番好きですね。腹直筋っていうか、もう腹筋あたり、もう全部の筋肉大好きです。もう本当に筋肉大好き。でもね、筋肉鍛えてないスラッとされた方ももちろん、ね、それはそれでもうそういう方がいらっしゃるっていうのはもちろんスタイルがあるので素敵だなとは思いますけど、やっぱりボディービルというこの心魂をかけた戦いがあるので、もうそれは私はすごく応援してますし、私ボディービルがこんなに好きって伝えてるんですけど、まだ大会に本当に一回も行ったことがなくて、イベントとかには参加させてもらったことがあるんですけど、大会っていうそんなねものに行ったことがないので、今この状況でちょっとなかなか縮小してね、あの大会やられてるところもあるんですけど、そこにまだ行ったこともないので、早く行ってね、皆さんの熱意とか、もう生でのこの熱いのを全部もう吸収してパワーにしていきたいと思うんですけど、早く行きたいなっていう、もうワクワクが止まらないんですけどね。今もトレーニングを続けてらっしゃるトレーニーの皆さん、もう応援してます。私もね、トレーニング頑張って皆さんにもねエールを送れるようにお仕事頑張りたいと思いますので、頑張ってください。応援してます。トレーニーの方が聞いてらっしゃるか分かんないけど。高橋ひかるが選ぶ好きな筋肉ベスト3発表したんですけど、筋肉の魅力たくさんありますよね。皆さんそれぞれの筋肉の魅力、これここがいいなって思うところもたくさんあると思うんですけど、筋肉の魅力一言で言わせてください。筋肉の魅力は魂。皆さん一緒に筋肉を育てて心も育てていきましょう。Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. It's now or never. I ain't gonna
高橋ひかるハイウェイランウェイ、今週はいかがだったでしょうか。メッセージはオーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。それではここでお別れです。高橋ひかるでした。家で過ごす時間が長くなっています。そんな中、今ラジオを聞く人が増えているんです。まるで隣にいるようなパーソナリティの明るいおしゃべり、リスナーから届く家の時間をちょっと楽しくするエピソード、そして偶然出会う気持ちを励ましてくれる歌声、次々と聞こえてくる声を浴びていると、気づけば心が前を向いている。ラジオにはそんな力があるのかもしれません。暗いニュースや批判的なコメントにばかり触れていると、つい心が疲れてしまうから。こんな時こそラジオはあなたに寄り添います。ちょうどいいぬくもり、ラジコ。